実行委員長、実行委員会会長の、蛭間俊山様、よろしくお願いいたします。続きまして狛江市長高橋邦彦様、よろしくお願いいたします。狛江市議会、議長、石井勲様、よろしくお願いいたします。神輿代表学童会会長千平純一様、よろしくお願いいたします。あ、すごい、もう大人気ですか。ふるさと友好都市新潟県長岡市市長代理、はい、では以上4名で、させていただくということになりましたので、よろしくお願いいたします。ではあの白百合のお二人もですね、ちょっと前の方に行っていただいた方がいいですか。皆さんに見えるところで、これから鏡開きを行うということですので、あの掛け声はですね、若い方からお声掛けをいただきますので少々お待ちください。少しあの前の方に早めにお願いします。早めにお願いします。はい、白百合のお二人です。どうぞよろしくお願いします。私たち二人で音頭を取りますので、よろしくお願いします。はい、声が聞こえる。ではちょっとお酒をどんどんついでいただいて、よろしくお願いいたします。マスの販売、記念のマスの販売をいたします。一つ、500円プラス義援金500円ということで1000円になりますけども、どうぞ皆さん記念になりますのでお買い求めください。なお、あのお酒はあるだけ飲み放題というのになります。先ほど申し上げましたけども、飲んだら乗るな乗るなら飲むなで、飲酒運転だけは絶対にお前の町から出さないようにお願いしたいと思います。はい、ぜひお願いいたします。なおですね、本日の1個1000円で販売いたしますマスですけれども、東日本大震災の復興支援寄付金分があります。500円は復興支援の寄付金分となっております。またあの震災から3年8ヶ月、8ヶ月、まだまだ東北は復興途上となっております。頑張ろう日本、今年のお祭りも引き続き東日本大震災の復興支援として募金箱を設置しております。また第一小学校の校庭では石巻市の物産販売をしておりますので、合わせて皆様ご協力をお願いいたします。ではあの乾杯に移りますので、乾杯の方、上の方に、上がって、いただいてお願いいたします。はい、ちょっとお待ちください。はい、それではですね、今お酒の方どうですか。まだもう少しあのまだ乾杯するには早いようですので、ぜひですね、あの飲む準備だけしていただいて、よろしくお願いします。もう少し待っていて、松崎さん、千平さんにですね、はい、学童会で紹介していただきましょうか。そうですね、はい、では、学童会についてですね、まず歴史発足からどうぞよろしくお願いします。はい、ご質問なんですが、発足は大体どれぐらいかっていう。学童会、ちょっと以前の話は分かんないですけど、再び
発足したのは21年前ですね。ああ、そうですか。復活したそのなんかこうきっかけとかはなんか皆さんだったんですか。もう一回やろうぜみたいな。そんなのがあったと思います。私まだ若かったんで。でもそういう感じで、はい、続き吉永さん会長です。